マイキラーチューフェスタボリューム2にまた出演させていただくことになりました。はい、実はここタイなんです。ポケット来てます。見てください。イエーイ。もうすぐ夕日が落ちるところでちょっとこんなにロマンチックな感じで撮影させていただいてます、はいはい。元気に楽しく頑張るので楽しみましょう一緒に。イエーイ。バイバイ。それではどうぞ。マイキラーチューンフェスタボリューム2にお越しくださり本当にありがとうございます。ありがとうございます。初
配信を見てくださってる方もありがとうございます。ありがとうございます。これちゃうかな、これ多分これはい、まず自己紹介から、自己紹介から自己紹介してんだな、自己紹介からはい、いきますね。せーの、カラーズです。よろしくお願いします。はい、まずね、はじめにちょっとご報告というか、はい、ちょっとカラーズから一つありまして、本日5月24日をもちまして、私たちカラーズは活動休止をさせていただくことになりました。はい、ありがとうございます。嬉しいそんな反応するのめっちゃ嬉しいんですけど、その理由としては、まあ、アーティストとしてもっと成長したい、うん、という、ね、歌うまくなりたい、勉強したいっていう気持ちが2人の中にあって、活動休止をさせていただくことになりました、はい、悲しいね。でもパワーアップして必ず帰ってくるので、うん、その時はよろしくお願いします。お願いします。1年間ですね、言うの忘れた、約1年間休止をさせていただきます。そうですね、1年後に必ず戻ってくるので、はい、応援その時はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。優しいですね。あ、それで私たち、TikTok をしてるんですけども、毎週土曜日の夜8時に、投稿してるんですけど、 TikTok は、まあ、明日土曜日なんで明日までを上げてます。で、今週の水曜日からかな、水曜日から、一応毎日投稿始めてまして、水木金今日もあげます。今日の8時にもあげますし、水木金土まで明日の土曜日まで、あげてるので、そちらもご覧ください。お願いします。暖かいですね、はい、拍手もらえるので必ず戻ってきます。うん、必ず、これはもう絶対です。マストで、はいはい、ということでご報告は以上ということで、はい、次の曲に行きたいんですけども、はい、次の曲はですね、徳永英明さんのレイニーブルーとミセスグリーンアップルさんのケセラセラという曲を2曲続けてお送りしたいと思います。はい、それでは聴いてください。レイニーブルーも終わったはずなのに
へせらせら今日も唱える限界堂々やってやろうか。こうしてるほど暇じゃない、いつもオーライオーライ。ここを乗り越えたら楽になるしかない最後の曲になりました。
カラーズですね、この1年、ね、1年前にちょうど5月26日に結成して、もうちょうど1年ぐらいなんですけど、うん、1年間歌いまくった曲で終わろうかなと思います。確かにずっと歌ってるな、うん、この曲は。この曲はもう毎回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 歌ってて、すごい思い出深いというかね、そうですね、好きな曲なんですけど、うんうん、最後はオリジナル曲で終わりたいなと思います、はい、はあ、ちょっと気持ちを込めて最後活動休止前に歌えたらなと思います。それでは聴いてください、しずく。Thank you.
カラーズでした。